はい、ヌビルブログです。このチャンネルでは Android アプリを作成される方に役立つ情報をお伝えしています。今回は Android アプリを作成する際必ず使うであろう Android デベロッパーズを上から順番に読んでいます。 Android デベロッパーズはところどころ翻訳の精度が低く、意味がわからない、つながらないところがあり、自分で読むと負担がありますが、一度聞き流すと理解しやすくなります。そのようなわけで聞きづらいところもあると思いますが、ぜひ聞いてください。それでは早速 Android デベロッパーズの続きから読んでいきたいと思います。今回の続きはハンドラになります。場所なんですけれども、Android デベロッパーズのドキュメント参照と、そして、Android OS の中にあります。またリンクが貼っていますので、貼っておきますので、そちらから、見ることもできます。はい、それでは、文字の方を大きくして、はい、で読んでいきたいと思います。で、ハンドラ、目次なんですけれども、ネストされたクラス、パブリックコンストラクター、パブリックメソッド、継承されたメソッド、パブリックコンストラクターメソッドということで、いろいろありますね。はい。ハンドラを使用するメッセージとスレッドに関連付けられたランナブルオブジェクトを送信及び処理できます。メッセージクエリ、各ハンドラインスタンスは単一のスレッドとそのスレッドのメッセージキューに関連付けられています。新しいハンドラを作成すると、それを作成しているスレッドの、スラッシュメッセージキューにバインドされます。その時点からメッセージと実行可能ファイルをそのメッセージキューに配信し、メッセージから出て実行します。ハンドラには主に2つの用途があります。1、将来のある時点で実行されるメッセージと実行可能ファイルをスケジュールするため、2、自分とは異なるスレッドで実行されるアクションをキューに入れる。メッセージ値をスケジュールすることで達成される。ポスト A at time、ポストディレイティド、センドエンプティメッセージ、センドメッセージ、センドメッセージ at time、センドメッセージディレイティド。ポストバージョンでは、それらが受信されたときにメッセージキューによって呼び出されるランナブルオブジェクトを延期することができます。センドメッセージバージョンでは Q に入れることができ、メッセージハンドラーによって処理された各データの束を含むオブジェクト、ハンドルメッセージ、ハンドルメッセージ方法、ハンドラーに投稿または送信する場合、メッセージ Q の準備ができたらすぐにアイテムを処理できるようにするか、処理されるまでの遅延または処理される絶対時間を指定できます。後者の2つにより、タイムアウト、ティック及びその他のタイミングベースの動作を実装できます。アプリケーション用にプロセスが作成されると、そのメインスレッドは最上位のアプリケーションオブジェクト、およびそれらが作成するウィンドウを管理するメッセージキューの実行専用になります。独自のスレッドを作成し、ハンドラーを介してメインアプリケーションスレッドとやり取りすることができます。これは以前と同じポストまたはセンドメッセージメソッドを呼び出しますが、新しいスレッドから呼び出します。指定されたランナブルまたはメッセージはハンドラーのメッセージキューでスケジュールされ、適切な時に処理されます。で、概要。ハンドラー、コールバック。ハンドラーをインスタンス化するときに使用できるコールバックインターフェース。独自のハンドラーのサブクラスを実装する必要がありません。パブリックメソッド。クリエイト、アンシー。クリエイトアンシー。ポストされたメッセージと実行可能ファイルがディスプレイなどの VSYNC、アンシーですかね、これ。などの同期バリアの影響を受けない新しいハンドラーを作成します。というわけで、ちょっと飛ばしていきます。で、はい。これがメソッドですね。はい。で、パブリックコンストラクターが、デフォルトのコンストラクターはこのハンドラーをルーパー、現在のメソッドに関連付けます。このメソッドにルーパーがない場合、このハンドラーはメッセージを受信できないため、例外がスローされます。ということで、はい。
コンストラクターは、一緒ですね。はい。で、クリエイトアンシーは先ほど読みましたが、はい、一緒ですね。書かれていることは。スローされるものは、ゲットルーパー、ゲットメッセージネームですね。名前の通りですね。ハンドラーメッセージ。はい。ハズコールバックスは、はい、名前の通りです。ハズメッセージ。ハズメッセージズですね。オブジェクトメッセージズ。オブジェクトメッセージ一緒ですね。はい。はい、これも一緒です。と、役職、ランナブルをメッセージ級に追加します。ポストですね。実行可能ファイルをこのハンドラーが接続されているスレッドで実行されます。はい。ということで、ポストアットフォントオブキュークエリー。ランナブルを実行するオブジェクトにメッセージを投稿します。ランナブルをメッセージ Q の次の反復で実行します。実行可能ファイルはそのハンドラーが接続されているメッセージで実行されます。このメッセージは非常に特殊な状況のみ使用されます。メッセージ Q が簡単に枯渇したり、ジョイン助付けの問題が発生したり、その他の予期しない副作用が生じる可能性があります。はい。スタートタイム。ランナブルはメッセージ Q に追加し、アップタイムミリオンズで指定された特定の時間に実行します。タイムベースはシステムクロックアップタイムミリオンズです。ディープスリープに費やす時間は実行にさらに遅延を追加します。実行追加ファイルはこのハンドラーが接続されているスレッドで実行されます。ってことですね。はい。ポストアットタイム、ランナブルをメッセージ Q に追加しは先ほどと一緒ですかね、これ。は一緒ですね。はい。ポストディレイティド、ランナブルがメッセージ Q に追加され、指定された時間が経過した後に実行されます。実行可能ファイルはこのハンドラーが接続されているスレッドで実行されます。タイムベースは、ということで一緒ですね、先ほどと。はい。ポストディレイティド。も一緒ですね。リムーブコールバックはメッセージ Q にあるランナブルの保留中の投稿を削除します。はい。は一緒ですね。はい。リムーブコールバックズ&メッセージズ。オブジェクトがトークンであるコールバック及び作成済みメッセージの保留中の投稿を削除します。トークンがヌルの場合、すべてのコールバックとメッセージが削除されます。でこのあたりは一緒ですね。メッセージを送る。で、セントメッセージ。現在の時刻より前のすべての保留中のメッセージの後にメッセージをメッセージ Q の最後にプッシュします。このハンドラーにアタッチされたスレッドで受信されます。Send messages at front of Q query ですね。はい。次のメッセージループの繰り返しで処理されるようにメッセージをメッセージ Q の先頭に入れます。ハンドラーメッセージ。このハンドラーに接続されたスレッドで受け取ります。このメソッドは非常に特殊な状況でのみ使用されます。メッセージ Q が簡単に枯渇したり、順位付けの問題が発生したり、その他の予期しない副作用が生じる可能性があります。Send message at time で、は先ほどと一緒ですね。はい。これも一緒ですね。はい。to string to string ですね。なので、特に変わりはないですね。はい。というわけで、文字の大きさを戻します。で、やはりハンドラーの方も結構、翻訳の関係でちょっと分かりづらいところが結構ありましたけれども、そのまま、翻訳のまま読まさせてもらっています。はい。というわけで、伸びるブログに戻ります。はい。はい。
ではこのような形で伸びるブログでは Android アプリを作成される方に役立つ情報の方をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。